千野市。千野市は長野県南新地方の市。八ヶ岳、白樺湖、縦品高原、車山など観光資源を多く抱える諏訪地保有数の市である。また、諏訪広域連合に属する一都市である。本校では、市政前の名称である千野町についても述べる。諏訪地域最大の人口を抱え、住みたい町ランキングでも常に上位に位置する。 諏訪地域最大の都市になりつつある。太平洋側式の内陸性気候。欠片の気候区分によると、大部分が亜寒帯湿潤気候に属する。標高770メートルから1200メートルの裾野に、町並みが広がっており、冬の朝は、晴れることが多いために放射冷却により、マイナス15度以下にまで下がることもあるが、雪は少ない。夏は、 都市部に比べれば霊寮であるが、真夏日になる日も多々ある。立品高原は日本で最も標高の高い場所にあるリゾート地であり、冬は非常に寒冷であり、気温はマイナス二十度を下回る日もある。泉谷、豊平、玉川、宮川、金沢、千の中大寺を北山、古を、縄文時代から栄え、日本の中でも中心的役割を担っていた。 そのため、縄文時代の遺跡が数多く存在する。八ヶ岳山麓へと宅地化が進み、本市よりも先に市政施行した岡谷市、諏訪市を抜いて、諏訪地域で最大の人口を要する自治体となった。だが、その一方で無秩序な開発が進んでしまっているという課題もある。ご当地ナンバーである、諏訪ナンバー、長野運輸支局松本自動車検査登録事務所が、 割り当てられている。2006年10月9日までは、松本ナンバーが割り当てられていた。精密業を基盤とする工業都市であるが、パセリやセロリといった高原野菜の産地として名高い、伝統産業として冬の寒さと乾燥した気候を利用して作られる核、寒天、氷豆腐、氷餅があり、そのほとんどは、血の市で生産されている。また、近年は郊外へ、 工場の建設が進む。長野県内での工業生産額は77、市町村中、第7位である。五十音順、かつてあった企業、定形順、周廃郵便局、無周廃郵便局、簡易郵便局、諏訪中央病院、平岡産婦人科、地の駅西口の老朽化に伴い、地は2021年に西口の再整備を開始する予定である。 50音順、50音順住民による自治組織が住みよい地域を作るため、住民相互の連絡、防災、や防犯、環境美化や資源物分別収集、除雪など、日頃から日常生活に密着した共同活動を行っているが、近年、自治会への加入率低下が問題となっている。具体的には、ゴミステーション仕様でのトラブル、 災害時の安否確認、情報伝達ができない、雪かき、出払いに協力してもらえない等の社会問題が発生している。特にゴミ出しに関しては、収集日を守らない、衛生委員などの役員をやらずに利用し、不公平という意見が多く、実地会への加入率向上が求められている。地の市としても、パートナーシップのちづくりをスローガンに掲げ、自治会の加入率向上や、 予算枠500万円の、茅野市みんなの町づくり支援金支給と申請審査の見直し。一等、地域コミュニティの活性化を推進している。また、実地会への加入率向上のため、移陸条例の制定についても検討していたが、移陸を強制するのは、問題があるとの意見が強く、条例の制定は見送られた。自治会では、収入の安定が模索され、2015年、 一方で新規転入者に加入を促す区は、調査対象の1 0九十91区に上り、他方で区民のうち見入り世帯を勧誘する取り組みを示した区は5区と、およそ50%で、働きかけにくい状況は変わらなったことから、市の計画では、区から聞き取った既存見入り世帯への効果的な呼びかけ方をまとめ、区、自治会加入促進の手引きを作成し、全区と共有するとした。 自治会への加入率低下は、会費が高額であることも、理由の一つであるとの指摘があるが、区費を収める対象者が高齢化で減少していることを受け、自治会への加入一時金と会費の内加入金、平均額が値下がり傾向にある反面、区費の平均は増加傾向にあり、2015年度で7万1320円の、加入金、年間2万2207円の会費となっている。 市内には、区費減額に取り組み別装置やゴルフ場の時代収入を元手にした援助を受給する区があり、あるいは区費に変動性を取り入れる区では、世帯状況により減額する措置は、区費で32区、加入金で9区が該当したほか、活動状況への配慮により、金額を算出する区もある。また、自治会を脱退する要因を分析し、 役員を務める負担の軽減に取り組む63区では、役職規定から高齢者世帯などを免除した。区の規約に従う一定額に、様々な算出法を用いて、均等割や人数割など加算されており、世帯あたりの負担減を目指し活動の質の維持について、市内の各区の知恵を共有できるかどうか課題でもある。市市が主催する2018年の ちづくり懇談会会場で市民の意識調査を行ったところ、回答者の8割近くが日常的に地域のつながりを意識し、必要だとする回答者は9割強であった。会合の参加者853人、回答率は50%強である。2011年9月30日閉館。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。